9月、北海道東部の白糠町では秋鮭の水揚げが始まっていました。しかしやっぱり予想通り、うん、あまり出足良くねえな。例年通りさ、ブリがやっぱり入ってるね。実は近年、鮭の水揚げが減る一方、暖かい海を好むとされるブリが増えているのです。20年前と比べると道内の鮭の漁獲量はおよそ半分に。しかしブリはおよそ20倍と急増。海水温の上昇などが原因と考えられています。海の異変は道南の函館でも。函館市の南茅部地区ではこれまで取れていなかったこちらカツオが連日水揚げされています。港にはこの日水揚げされた大量のカツオが。こんなには余ったことはないです。本当は鮭なんだけど、鮭は全くっていうほど取れてません。南茅部漁協によりますと、8月31日頃から連日数百キロのカツオが取れるようになり、9月19日までにおよそ10トンも水揚げされているといいます。函館市内の市場でもサンマやイカなどと一緒にカツオが並んでいました。そのカツオをさばくと油の乗った赤身が。びっくりです。何十年も魚やってますけど本当に初めてですよ。店頭には函館カツオの名前で刺身も販売されていました。今日初めて今食べるんですけど、海水温がね高くなってブリがすごい取り出して、ついにカツオまでという、もう驚きですけども、逆に秋鮭が鮭が取れなくなってイカも取れてない、ちょっと寂しい感じですね。地元の飲食店でも取れ始めたカツオがメニューに。その日水揚げされたカツオを使った刺身定食です。新鮮な赤身が食欲をそそります。結構お客さんにも評判がいいので、来店した客から注文が相次ぎました。やっぱりたたきとは違う味ですね。やっぱり、ね、新鮮な感じします。この辺に水揚げされてこれで食べれるっていうのはなかなかないと思うので、イカも高いですし、何も取れない状態の中で、函館で海の町なんでお魚美味しいんで取れてくれた方が私たちは助かります。突然取れ始めたカツオに湧く函館の町。一体海で何が起きているのでしょうか。ブリは2020年、21年、そして去年と北海道が全国で漁獲量1位となりました。一方のカツオなんですが、道が水産の飼料とするために統計を取っている魚種には含まれていません。ということはやはりカツオが北海道で取れるというのはとても珍しいことといえます。なぜ今年カツオが函館で取れたのか、ヒントとなる資料があります。こちらカツオの分布域を示したものなんですが、水産研究教育機構水産資源研究所が水深20メートル層の水温予測と水温の勾配からカツオの漁場予測を行っています。色付きで示した範囲がカツオが分布しやすい場所を予想したものです。右側、今年8月の予想なんですが、左側の去年8月に比べますと、カツオが分布しやすい場所が普段カツオの生息している沖合から函館周辺まで近い距離で一直線に並んでいまして、カツオが沖合から沿岸まで回遊しやすかった可能性があります。専門家はこうした状況に加え、南茅部の漁法にも注目しています。
南川辺っていうのは、昔から大棒網っていう大型の定置網を設置してる、漁場でして、で、この、網がですね、非常に、珍しいというかですね、大型の、クロマグロですね、いわゆる本マグロも取れるし、鮭も取れるし、イカも取れるという非常にその性能の高い、網を設置してるんで、マグロが入るくらいですから、カツオが入ってもおかしくないんですよね。漁獲された後、数がある程度揃わないと出荷されないというような状況もありますんで、やはり南海辺のこういう大規模な定置網だからこそ、今回その出荷できたんじゃないかなと。懸念があるのは、やはりこうカツオがたまに今回みたいに取れましたといったので、それで、最近北海道、ブリとかも結構取れてますよね。同時にですね、北海道の日本海側とか津軽海峡周辺ですね、は、鮭が全然回遊してこなくなってるんですよ。なんで、そちらの方は非常に問題になっていて、水温高い時期もあれば低い時期もあるんで、やはりその漁師さんたちも、入ってくる魚に応じてですね、漁獲対象種をこ う, うまく変えていくっていうようなことを工夫されてるんですよね。なんで、消費者の方も、鮭が取れないならば、他の魚にうまくこう、美味しく食べる工夫っていうのをしながらですね、うまく利用していくっていうのが、結局最終的には、日本の水産業とか、その沿岸漁業の人らの生活を守る形になるんじゃないかと思ってます、はい、海面水温の極端な高温が続く現象を海洋熱波というそうなんですが、これがいつまで続くのかは専門家でもわからないといいます。海水温は高い時期もあれば低い時期もあり、徐々に波打ちながらその傾向が決まってくるというのが研究者たちの見立てだということです。VTR の中で高津教授もお話をしていましたが、消費者の私たちの側としましては、その時その時で出回る魚を買って食べて日本の水産業を応援する、支えるという姿勢が大切なのかもしれません。ウィーサッチ北海道、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。